西宮開来氏説明書図絵より、絵に添えて、西宮開来氏は、抹者百多遊神を外す。昔観光祖平城を囲まれしとき、陳平景を巡らし、木を刻みて、美人を作り城上々に建てて、敵小前君を偽る。これ9月の始まりなりと、説明がある。西宮神社の周辺は、恵比寿信仰を諸国に広めたという開来氏たちが、住んでいた。 首から下げた箱の中から猫のような小動物の人形を出すことから江戸では別名山猫とも呼ばれた。区靴師とは木偶、またはそれを操る部族のことで流浪の民や旅芸人のうち狩猟と区靴を使った芸能を制御とした集団広大になると旅回りの芸人の一座を指した語。傀儡師とも書く。また女性の場合は 九つ目とも言う。西宮発祥のものは正月に家々を回ったことから冬の季語。平安時代にはすでに存在し、猿学などをする集団として、それ以前からも連綿と続いていたとされる。平安期には雑芸を演じて盛んに各地を渡り歩いたが、中世以降、土着して農民化したほか、西宮などの神社の参助民となり、 恵比寿前などを演じて、後の人形芝居の源流となった。平安時代には、狩りも行っていたが諸国を旅し、芸能によって、生計を営む集団になっていき、一部は、自社武神の一環として、自社に抱えられた、日本で初めての職業芸能人と言われている。操り人形の人形劇を行い、女性は劇に合わせた詩を歌い、男性は、記述や、 剣舞や相撲や国慶芸を行っていた。呪術の要素も持ち女性は、みそぎや払いとして、客とネイヤを共にしたとも言われる。九ぐつめは、歌と売春を修行とし、遊女の一種だった。辞書に抱えられたことにより、一部は、く家や武家に庇護された。小白川天皇は、今用の、主な歌い手であった九ぐつめらに歌謡を習い、両人秘書を残したことで知られる。また、 青墓塾の九つめなえは、貴族との交流を通じて、鹿若衆にその和歌が収録された。九靴らの芸は、後に、猿楽に昇華し、操り人形は、からくりなどの人形芝居となり、江戸時代に説教説などの語り物や、シャミセンと合体して、人形浄瑠璃に発展し文楽となり、その他の芸は、能楽や歌舞伎へと発展していった。または、 そのまま自社の神事として、剣舞や相撲などは、舞神楽として神職によって、現在も伝承されている。自社に抱えられなかった多くも、自社とのつながりは強くなっていき、祭りや、市の流星もあり、旅芸人や、渡り芸人としての地位を確立していった。自社とのつながりや、みそぎや払いとしての客とのしとねから、その後の渡りみ女として変化していき、 そのまま剣舞や辻相撲や国慶芸を行う者、大見和学や舞神楽を行う芸人やそれらを客寄せとした町商など、現在の古典芸能やいくつかの古式ゆかしい、制御として現在も引き継がれている。傀儡は中国語で人形を意味し、中国の偶人儀の人形も、くぐつしと呼ばれる。くぐつという音は、日本語,語語説、中国語説、 中国語経由の朝鮮語説など小説ある。奈良時代の古事記者の後ろ身であり、古代の漁労民、狩猟民であるとする、林家達三郎説、芸能を記事で中国人か西域人に学んだ朝鮮からのトライ人であるとする、滝川正次郎説、過重中駅に耐えかねて逃亡した、朝鮮農民であるとする、角田一郎説などがある。また、平安時代の文人、大江、 白柳修子は、大江正房の区靴式の記述から、区靴氏は、大陸のジップシーが、中国、朝鮮などを経てトライした、漂白の民族であるが、海来氏は、時代が下り、その芸能を受け継いだ、不老の人々であり、民族的なものではない、としている。その他に、その源流の形態を色濃く残すものとして、参加とのつながりを示唆する研究者もいる。 1087年に、大江正房によって書かれたもので、漢文体320文字程度の商品だが、当時の九骨師たちが、どのような性格九師集団は定住せず家もない、水草を追って流れ歩き、北敵の生活によく似ているとし、皆弓や馬ができて、狩猟をし、日本の剣をお手玉にしたり七つの玉投げなどの芸、巨流万円の戯れといった変幻の戯れ芸。 木の人形を回す芸などを行っていたとある。魚竜ンノベとは、噴水芸の一つで、舞台上に突然水が吹き上がり、その中を魚や竜などの面をつけたものが踊り回って、観客を驚かせる出し物である。また、くぐつめに関しては、細く描いた眉、悲しんで泣いた顔に見える化粧、足が弱く歩きにくい振りをするために腰を曲げての歩行。 虫歯が痛いような顔での作り笑い、手とおしろいの厚化粧などの様相。なお、大江正房は、遊女期も表しており、遊女と九月目はどちらも売春を制御とするものの、区別して捉えていたとされる。ありがとうございます。